こんにちは。今日はミスタードーナツの新商品を買ってきました。はい、では今回新商品を6種類とハニーディップを食べます。ティラミスホイップはもちろんなんだけど、今回パイが楽しみです。いただきます。まずはじめにティラミスホイップチョコレートを食べます。こちらの商品はもともとミスドにあるチョコレートの生地に上にホイップクリーム、ティラミスケーキ、チョコレートがトッピングされてます。そりゃ美味しいですよ。まだね、肝心なティラミスケーキ食べれてないんですけど、この安定のチョコレートの生地、表面はサクッとしてて、中はね、ふわっとしてるんだけど、かなりしっとり感が強くて、そこにホイップクリームとチョコレートだもん、合わないはずないです。あ、粉砂糖も乗ってます。ティラミスの食感はとろけるように滑らか、マスカルポーネのコク、まったりとした感じ、こんなものはないんですけど、上のゼリーっぽいプルンとした部分にコーヒーのほろ苦さをほんのり感じるので、確かにティラミスケーキっぽいっぽいというかティラミスケーキなんですけど、かなり食べやすいティラミスケーキが上に乗ってるって思って食べた方がいいです。うん、ここだけ食べればちゃんとティラミスだ。おいしい。次はティラミスホイップストロベリーチョコを食べます。このね、ティラミスホイップシリーズは上のトッピングのチョコレートが違うだけです。あ、これ好きです。上のチョコレートが違うだけだから基本的にそこまで変わらないんですけど、このストロベリーチョコね、ふわっとしたイチゴの香り、そして甘いが強いけどしっかり甘酸っぱさがあって、チョコレート生地とよく合います。あのね、ティラミスの苦味はこの上のゼリーの部分だと思ってたんですけど、スポンジの上の部分が染みてる感じがするから、本来のティラミスのように少しはね、コーヒーが染みてるのかな。あ、そうだ、やっぱりね、スポンジのね、ここにね、コーヒーを感じるのかも。でもね、このティラミスのケーキをしっかり味わわないと、そこまでティラミス感は感じられないかもしれないです。ティラミスホイップ最後、ホワイトチョコを食べます。うん、美味しい。ミルキーなホワイトチョコレートの風味がプラスされます。今回の新作はティラミスホイップっていう名前だけど、本格的なティラミスが好きな方が食べたらあれってなっちゃうかもしれない。だけどね、最初にも言ったけど、このミスドのチョコレート生地は最高だし、そこにホイップクリームの組み合わせだけでかなり美味しいんですよ。でね、ティラミスの優しい風味が加わるので、目をつぶってね、うんうん言いながらうなるような美味しさではないけど、うん、まあ普通に美味しいですね。
次はエビチリパイを食べます。本番はこっち。この3つは陳健一さんとのコラボ商品です。エビチリパイは名前通りサクサクのパイの中にエビチリが入ってます。あ、今回リベイクはしてません。美味しすぎる。この安定のミスドのパイの繊細なサクサク感、何層にもなっていて本当に軽快なの。そしてバターの香り、あーもう美味しい。でね、中のエビチリなんですけど、とろみがあって甘いが強いんだけど、ほんのりピリッと感もあります。このほんのりとした辛さだったらお子様でも安心して食べられます。四川のスパイス感がどうとかってよりは、香味野菜の甘みだったりとかエビの旨味、まあエビもねプリッと感とかあのブリブリとした感じはないんですけど、辛味の中のまろやかさが強いですね。マイルドな感じです。万人受けしそう。次はチャーシューパイを食べます。こちらの商品はパイの中に甘辛ソースと角切りチャーシューが入ってます。あのね、パイが美味しいんですけど、中の具にね到達してないので、あと何口かは食べ進めちゃいます。あ、おいしい。角切りのチャーシューはゴロゴロ入っていて、柔らかさもあるけどしっかりお肉食べてるっていう感じになりますね。でね、特製のジャンなんですけど、何味って言い難いんですけど、私の中で四川というか本格的な中華味って辛さが刺激的だったり、五香粉の香りが強かったりっていうイメージなんですけど、そんなこともなくとっても食べやすいですね。だけどね、これがいいって方ももちろんいると思うけど、肉臭いというか、これをねリベイクしたらもっと変わってたのかもしれないけど、うん、そんな感じも若干しますね。次はごま団子のパイを食べます。ごま団子風パイの中はもっちりとした白玉とごまあんが入ってます。でね、上には黒ごまがトッピングされてます。うわー美味しい。これもね、さっきと同じでパイがしっかりしてるからまだ中のあんとか食べれてないんですけど、このサクサクのパイにね、上の黒ごま、このプチプチとした食感と香ばしさ、もうこれだけで美味しいです。
うわぁ、美味しすぎる。え、ちょっと待って、このごまあんね。え、もう一回食べていいですか？これ最高だよ。多分ね、白玉は2つ入ってますね。白玉の食感はむっちりもっちり。だけどとっても柔らかいんです。でね、美味しいの、この黒ごまあん。ねっとりしてるんだけど、口に入れるとさらっと溶けていって、ごまがたっぷり入ってるから、食感、香ばしさもいいし、だけどね、それとは別に、あんこをいった時のような、そんな香ばしさもあって、もうなんとも言えない。甘さもね、口にいつまでも残る甘さじゃないから食べやすいし、本当に美味しいです。最後にハニーディップを食べます。ハニーディップは私がミスドの中で一番好きな商品です。あー美味しい。なんでこんなにふんわり、そしてしっとり。この油の香りとかも大好きだし、はーもう美味しいですね。美味しいものは美味しいものと合わせるとさらに美味しくなる。最高です。はぁ、美味しかった。ごちそうさまでした。ミスタードーナツの新商品全部美味しかったです。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さいな。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。日清ラオ豚ラオキムチ、出来上がりはこんな感じです。あー、普通のね、豚キムチに比べたら確かに豚のあの独特の香りが強いかもしれないですね。いただきます。おいしい。キムチの食欲をかきたてる香りだったり味、そこに豚の旨味。普通のよくある豚キムチのカップラーメンに比べたら豚感は強いかもしれないけど、前に出てた黄色いやつ、ニンニク、油、どうのこうの、チロインスパイア系のものをイメージして食べるとちょっと物足りなさはあるかなって感じ。だけどね、ラオウ豚キムチ味だったら全然納得のいく美味しさです。麺は太麺のね、平打ちなんだけど厚みがあってゴワゴワした感じですね。これはチロっぽいですかね。このね、ゴワゴワ感、ワシワシ感、小麦感だったり、歯切れの良さ、固めの食感。うん、これは美味しいですね。好みが分かれるかもしれないけど、私は好きです。辛さのレベルはピリ辛ぐらいです。豚ラオっていうイメージがね、どうしても強いから、それをベースとして考えちゃうと、ちょっとまた別の話なんだけど、普通の豚キムチの味と比べたら、豚骨感強くって、すごい美味しいです。